正解でございます。今回ね、久々に、昔ね、Android で、昔じゃない、そんな昔じゃない、半年ぐらい前、Android でやってたやつをね、iPad にデータ移行してね、今動画撮ってるんですけれども、ちょっとね、やっぱりね、こちらの神引きが起きまして、さっき僕ガチャ引いたんですよ。そしたら、こちらの新キャラのラティスちゃんと、カーリーさんが出たんですよ。どうなってます設定。本当に。ちなみにも、この今のモンスターボックスは、入手だ。お気に入り。こんな感じでございます。適度な、やっぱり神引きしてるよね。なんかラファエル持ってたし、アルスノワは知らないけど、あとは、リンシアいるしね。で、なんかウンギーニもいるし、パールバディちゃん。ね。でも、パンドラが圧倒的に少ないんだよね。まあ、ハンターはね、進化できないんですけど、もう終わっちゃったしね、コラボ。とりあえず神引きしてるわけですよ、このパー、このね、アカウント。ということで、まあ、今回は、こちらをね、引いて、どっかのね、クエスト行きたいなと思います。さてね、まあね、こちらのサブアカだとね、ほらね、神引きしちゃうわけですよ、こういうようにね、稲姫を引いちゃったよ。マジかよ。どうなってんの本当に。こっちね、3回引いたじゃないですか。全部ダイヤじゃないですか。こっちはね、メインアカウントはね、何出たっけ、ちょっと待って、確認する。闇バル、ハクちゃん、で、なんだっけ、ウィジャスです。光ウィジャス。ね、この、結果の差よ。おかしくないですか？こっち新キャラに、一番僕が欲しいカーリーちゃんにね。なんだっけ、今。どこ行った？ん？あ、いた。稲姫ですよ。おかしいと思いませんか？この、引きの差。ということで、まあ今僕が使ってるパーティーはこんなクソパーティーなんですけども、ちなみになんでモクピーが入ってるかというと、コスト制限です。はい。で、まあ今回は、エンド行きましょう。エンド。なんでレーダーのキャラが出てこないんですか？再起動してないんですね。はい。じゃあやっていきましょう。いや、コットンできればね、こっちで引いときたかったなっていう、なんか心残りありますけれども。まあ、いいんです、そんなもの。なんで出てこないんですかね。あ、いたわ。じゃあ、同リーダーって言ったらいいのかな。じゃあ、このパーティーでいきます。ショー！レッドウ。え、なんかさ、7×6 番面か知らないけどさ、この王が映りきってないんだ。サブ武力は、メインアカレもサブアカレも変わっておりません。見てわかる通り。25倍出るんですね。ミキーちゃんが、めちゃくちゃ可愛いね、火力を出していますね。いいね、なんか25倍出るのがすごいいいですね。なんかキラーゼロですね。キラーゼロかな。実際一つだけ言いたいのが、サブアカの方が強い説あるんですよねー。あんたバインドクラウン。てかね、操作時間がね、8秒なんだ、なんか。マジですか。メイン中より長いじゃん、みたいな。どうな
まってます。ほんとに4人アカウントだんだん弱くなってますけど、おーい、は？は？あんた強すぎない？ちょっとせっかくさ、サマーカ久々に帰ってきてさ、ガチャ引いてさ、イエイってやったのにさ、終わってません？ちょっとそれは痛い痛い痛い、うん、どうしようか、どうせなら、ね、何でもいいよ、聞いた昔行ったのかな、ここ。てかこれ、あれかな、あ、体力倍率がかかってないんですね。なるほど、うん。ここは、山積みドラゴンじゃないかな。さて、メイン赤いで進んでいるこっちのね、パーティーなんですけれども、7コンボ強化があるので、殺せますね。マネキニャドラ、マネキニャドラいらないでしょ。うわ。この子のスキル確かめっちゃ優秀なんですかねってめっちゃ結婚しとるよ。結婚パーティーですよ。そのままコンボ入って倒せない。今のね、逆にね、倒せたら奇跡ですね。多分これで倒せると思うので、問題ここ2人だね。じゃあこいつら闇、こいつらの問題。もう確かこれ進化したら水闇になるんで、まあならいいでしょうみたいなね。まあ何しろ新キャラを入れてみたかったっていうのが一番ね。あ、でも操作時間長い分ちょっとあれですね、コンボしやすいね。こちら7コンボ強化だね。てかね、操作時間延長が多すぎるんですね、このパーティー。でも、ユニットアラゴン。入りきれてないもんね。で、一旦はイランドロップ消すだけで、行きましょう。このパーティーは、レイゼロ。でも大丈夫？本当に。マジか。確かこの子は楓のスキル上げだったような気がするんですけど。山積みドラゴンね。うん、これですね。一応山積みドラゴン置いといて。たらダメなんですね。ぜひね、このサバカとね、フレンドになっていただけると、漏れなくですね、ノエドラがね、もらえるかもしれないね。もしかしたら、あげるかもしれない。うん。ピーちゃんもいるんだ。さっきヤミピアね、全部メイン赤に振りました。うん、全部じゃない。で、この超金メタもね、いるし、ね、結構ね、ね、ノエドラもいるしね、スカピーもいるし、結構豊富なので、まあ、欲しい方はね、ぜひフレンドになってトレードで送ってみてください。まあ、僕が承認するかも怪しいですけどね。じゃあ、今回ここまでにしようかな。なんだろうね、このパーティーね。いいでしょう。
まあ、今回ね、こちらのパーティーで生摘みドラゴン行ってみた動画でございました。いやー、やっぱりね、サブアカって何なんだろうね。すごいね、追い打ちついてるからね、この子ね。いいなぁ、追い打ちなぁ、僕にも欲しい。まあ、劣化なんであんま意味ないんですけど、まあ、そういうことですよ。うん、どういうことか全然意味がわかんないんですけど、まあ、とりあえずこんなところかな。何にも進化するか、地獄です。まあ、これからサブアカもね、おばあちゃん家に来たら別にあげられる金を、あの人が言ってたカメオってこれか。でもカメオはレーダーで出してみて、生摘みドラ終わってんじゃん。パンプキン城か、こんなの時間登録されてたね。まあ、いや、まあね、まあこういうやつらが欲しければ、まあぜひね、今ちょっとフレンドコードをしとこうかな。フレンドリストじゃない、はい、こちらね、フレンドコードなんで、まあ、ぜひフレンドになっていただけると嬉しいです。それではね、今回ねここまでしておりますチャンネルですね、画面下のチャンネル登録のボタンを押して、ね、チャンネル登録お願いします。この動画良いと思ったから高評価お願いします。概念ですね、チャンネルとじゃない、他のチャンネルゲーじゃない、他のチャンネルツイッターの、ね、リンク貼ってあるんで、そちらが飛んでね、ぜひチャンネル登録、動画のシェア、フォローお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。